こんにちは。こんにちは、どうぞ。はい、約また1ヶ月ぶりで、はい、ありがとうございます。お久しぶりです。楽しみにしました。あ、よかったです。最近のお体の調子はどうですか？いや、ちょっと若干、はい、ちょっと痩せたような気がするんですよ。そうですよね。見た目にちょっと今、お顔も細いような、なんかダイエットしてるわけじゃないですけどね、はい、で、ちょっとやっぱ筋力低下もあるかもしれないですけど、なんかこう上半身の、特に左半分あたりが少し、なんか調子悪いっていうか、なんかちょっとこの脇腹からこの首と、あと、目とかの上にかけて、ちょっとなんか張ってる感じっていう、張ってる感じ、触っても痛い。部分は触っても痛いんですけど、なんかこの1枚なんかこう、うん、なんか皮が張っちゃってるような感じで、鈍ってるような、で手を上げるとなんかこの辺がやっぱりちょっと痛い、突っ張るような、突っ張るっていうか、はい、風邪とか体調の何かない、何も今のところないですか？それももしかしたらあるかもしれないんですけど、はいはいはい、特に熱もないん、あ、でもわかんないですね。いつ頃からですか？この1週間ぐらいですね。1週間ぐらいで、なんかじわじわ出てきた感じですか？じわじわ、そうですね。あと、あ、そうだ、はいはい、あとここ最近、うん、毎朝なんかちょっと偏頭痛が起きるようになって、はい、偏頭痛、いや、よくないですね。あ、でも気圧とかもあるかもしれない。最近こうちょっとね、荒れてますのでね。だから寝起きがとにかく頭痛いんですよ。あ、はいはいはい。動きも悪い感じあったりします？それはね、あんま感じないですけど、なんかやっぱり、うん、ここっすね、この辺が、はい、痛いですね。痛いんですね。わかりました。初めてです。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、こうやって見ると右肩の方が下がってますよね。で、こっち後ろ、これで肩甲骨の位置がここが左側、こっちが右側で、やっぱり右の方が下なんですよね。こういう感じで右下がりっていうのがありまして、で、骨盤、骨盤の位置も右が高いですね、うん、こことここで腸骨の高さがちょっと横向いていただいて、で重心が後ろにいっちゃって、そうなんですよね、胸椎の高さのところで、はい、あの胸の方が反ってる感じになってはいらっしゃいますね、はい、あの気温的なアレルギー的なものなのか、あ、かもしれないですね、今あれですね、さっき立ってる時でも分かんなかったんですけど、うん、ちょっとこういう、あの後ろに右の方が左の方ににじれてる感じですね。だから言ったら左前右後ろみたいな、こういう状態ですね、極端に言うと。だからこっちの方が下がってる感じで、うん、こっちの方が上がってるので、そうですね、単に高さだけじゃなくて左右というか、こう回線も加わってる感じですね。で、左足がちょっとこう内向きになってますね。ちょっとメモ取っておきましょうか。はい。っていうことがわかりますね。寝ると肩甲骨の高さ揃ってますね。ああ。うん。やっぱちょっと立ってる時と寝た時でまた変わったりがあるんですよね。でもあれですね、左肩甲骨の方がだいぶ外に行きますね。ああ、そうですか。寝ると同じように手されてますよね。うん、右だとこの辺にこう外縁があるんですけど、左の外縁ってここなんで、うん、結構こう脇に入り込んでる感じですよね。あ、ちょっと違うの分かりますか？もう全然触った感覚が違います。違いますよね。だいぶ振幅3本分ぐらい、あのこっちの左肩甲骨の方が外に、うんうん、動いちゃってますね。骨盤の高さで見ると右骨盤が高いですね。これは寝てでも変わらないですね、はい、で、結果的にちょっと右足の方が短いっていう状況ですね。確かに右骨盤が上がってる分も、はい、肩の動き見ますね、はい、
まあ、左は回ってますね。こう後ろに引くの、前に回すのもそんなにやりにくさがないですね、はい、右見ますね、はい、なんかこっちの方が少し重い感じがしますね。確かに確かに動いてるんだけど、なんか同じ力でやると、うん、埋まりが小さいような抵抗がありますね。抵抗が強いですね、うん、はい、っていったところですかね、はい、はい、なんか右変になんか吊り上がってるというのか、なんか見た目にもやっぱちょっと右不自然ですね。あ、左が外に出てるの良くないんですけど、肩甲骨が良くないんですけど、なんかこっちの方がテンションが高い感じというか、高いですね。こう乗せた時に手を乗せるとこっちの方が盛り上がりが強いですね。はい、痛み見ます。結構痛そうですけど、どうですか。あ、その辺ですかね。この辺が痛い、はい、あ、でもなんか気持ちいいですね。気持ちいいぐらいでした。左ですね。どうですか。血は気持ちいいですね、はい、気持ちいい。痛みもあんまりない感じですかね。はい、なんかすごく気持ちいいです。どっちかっていうとこっちの方がちょっと痛みは、痛みがこっちの方がある、うん、はい、首見ますね。こっち右ですね。どうですか。あー、硬いなっていう感じがします。なんか痛みはそんなに感じないですね、はい、痛みはそんなに。あ、硬いなって感じしますけど痛みはないですね。あ、どっちも痛みはない。どっちかというと、まあ、右の方がその痛みの感覚はあります、はいはいはい、あ、なるほど。ちょっと両方硬い感じで、少し痛みが強いのは右ですね。はい、はい、わかりました。ふくらはぎも見ますね。はい、左ですね。右ですね。左の方がなんかまあ、はい、張ってるのかなぐらいですかね。張ってるのかな。そんなに痛いって感じは、痛いって感じじゃないですね。はい、ですかね。はい。じゃあ揺らしをやっていきますね。はい、あ、そうだ。手をベッドの方に沿わせるように、あの体に沿わせるように、そうですね。はい。はい、上げていただいて。右の肩甲骨の内側あたりに違和感が出てきますね。ああ、そうですか。なるほど。揺れにくいですね、上の方に行くにつれ。揺れてないですね、あんまり。うん、揺れないですね。なんですか、力が入ってるんですかね。
それもそう言えるでしょうね。全力で抜いてるんですけど抜けない理由があるんじゃないでしょうか。でも右手あたりのが違和感が一番強いところです。はい、首揺れないですね。足の方も全然揺れない感じがあるので、だいぶ多分これ上半身だけのことではなく、足の方でもロックがかかってそうですね。骨盤までは行くんですけど、右足全然揺れてないんですよね。こうやって見ると結構あれですね、左足、膝から下もうこう外向きになってる感じが結構強いですね。ああ、そうですか。はい、まっすぐじゃなくてちょっとこう外側に湾曲してる感じっていうか、まあ内側にひねられてるからもあるんでしょうけども、いや、まあまあ事前にしていただいて大丈夫ですけど。その前に腰痛いとかなかったですか？あと首がこうなる前はちょっと腰痛かったですね、はい、しばらく。そうですよね、多分連鎖的なものっていうか、まあ、一応さっきよりこれで揺れが出るようになりましたね。はい、揺らしたので痛みのチェックをしますね。一旦腕をしていただいて、はい、右ですね。あ、全然痛くないですね。はい、左ですね。あ、左はもう気持ちがいいぐらいです。はい、はい、首見ますね。こちらからでここですね。あ、痛みないっすね。うん、緩みましたね。はい、はい、ふくらはぎ、もともとふくらはぎはそんなに痛くなかったんですけど、まあこれも緩みましたね、結構ね。すごいっすね、
で高さ変化とかありますね。まあ、まだちょっと右足短いですね。うん、骨盤の高さ的にはさっきより揃ってますね。はい、で、うん、あの肩甲骨の位置もさっきよりいいですね。まだ右の方が下がってるんですけど、うん、さっきでも右下がってなかったですよね。ほぼ同じだったですよね。で元の状態に戻ってるんですかね、これ。右が下がってますね、今。それで、でも、あのこの外縁の位置ですね、が良くなってますね。あのもっとこう外に行ってたのが、はい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 、少しこう内側に戻ってきた感じで、ここは、どうですかね。ここまで潜り込んでる感じだったんですよね、この方行ってたので、はいはい、でも今だとこっちの背中寄りの方にラインが来てますね。でちょっと右の方が重かったですよね、肩回しの方がね、はい、変化見ます。お軽くなってますね。軽くなってますね。はい、回りやすいですね。揺らすだけなのそうですね。まあそういうところで変化は今出てますね。でさっきそうだこういう風になってたんですけど、はいはい、それも、うん、よくなりましたね。ああ、はい、すげえ。あのさっきだとこうなってた感じだったので、こっちから手当てると絶対ここが引っかかる感じだったんですけど、今だとこう引っかからない。よいしょ。これで左と右で差があんまりないですよね。ついてる位置が、うん、あの揃ってきてるのが注意すると分かるかと思うんですけど、うん、そうですね。あ、まあ足もさっきよりはいいのかな。でもやっぱりちょっとこっち側入る傾向ですね。はい、はい、